てしまうのを直す方法ってありますか？ペースが。あ、でもそうかも。リミちゃんが言うようにこうきたらバツンって入る、うん、ターフをイメージで打つとか、ティーアップした球をでこう当てるとか、うん、でアイアンとか打ってみたら打ち込まなくなる。いい質問、ありがとうございます。143ヤード。じゃあ50度で、はい、いきます。届く？届け。あ、だいぶショート。おお、ちょっと手前。でも乗った。うわあ、だいぶショート。ちょっとなんか奥怖くない？ここね、結構すぐオーバーするんで。9番に行きます。同じとこ。うん。やっぱいるのかな、怖がって。珍しい。うん、珍しい。うん、お、怖っ。一番いいやんで、一番。はい、一番。はい。おお、うまっ。飛べ飛べ、ナイス。おお、ナイス。あ、距離いいね。うん、距離一番距離がほぼほぼあればバーディーチャンスよ。もう乗ってるもん、肩でいけるし。ナイスナイス。アイアンやっぱすごいよね。キレキレ。レミちゃんもレミちゃんも精度がすごいね。えレミちゃんインスタライブ何しようと、結構くるみちゃんとあ、コラボしてね。くるみちゃんとこう一緒にやってるね。はい、質問とか。質問で結構来る。はい、うん、あ、もう答えてます。ちゃんと答えるの？ちゃんと答えます。俺らの時パスするくせに。YouTube でパスする。いや、自分で選べるけん。今日はなかったもんね。もうパス使ってないですよ。使ってないね。まだ3回まで。3回までないのに。ぜひちょっと皆さんインスタお願いします、はい、フォローお願いします。結構面白いね。概要欄に貼ってます。おもろいよね、女の子って感じやな。くるみちゃんも結構喋るよね。そうなん、意外とね。なんでよねって感じ。そうだよ。ナイスワン。バーディーパット必要。それでも届かんと。え、惜しい。惜しい。まっすぐ。ナイスワン。バーディーパットです。はい、これちょっと入れに行きます。芯外したよ。よし。すごいとこだったよね。音が聞いたことない。パパッといきます。はい、ナイス。耐えた。ドライバーが今日めっちゃいい。やっぱさ、俺ドライバーだけだよ ね課題。ドライバーよかったらこれできるんよ。質問いきます。アイアンで打ち込みすぎてしまうのを直す方法ってありますか？レミちゃんも全く打ち込まんよ。で、アイアンめっちゃうまいよ。ダフルってことですか？うん、もう前半の俺みたいな感じじゃない。深く入りすぎるから。ペースが立って入ってきてるとか。あ、立つ。あ、でもそうかも。ロフトが立って上からガツンと来すぎるってことだと思う。あ、なるほどね。はい、手が出るってこと。手が、うん、あ、出ながらこう。はい、ロフトが立って入ってきて。あ、なるほど。はい、ここが立ってないと打ち込めない。打ち込めんのよ。がちょっとやりすぎ。ロフトがね、寝たまま打ち込むってほぼ無理やからね。やっぱロフトも立つやろうし、うん、
ロフトが寝たらこっちが当たりやすくなるけど、レミちゃんが言うようにこう立ってきたら歯から入る、バツンって入るのね。だからこうダダダダダダ刺さっていく。前半の俺みたいにあったね、あったね、うん、ダフりすぎる。そう、もう土がこう、なんていうの、斜めに掘られてたもんね。山上さんのイメージやろね、滑らせるっていうか、うん、ソールをしっかりアイアンでも当てていくイメージ、うんうん、こうなるとソールがもう使えなくなるって。そうそうそう、立ちすぎてる。あー、ターフを薄く取るイメージでとか、ティーアップした球をこうティー残してこう当てるとか、うんうん、それむずいよね。結構難しい、打ち込む人からしたら。え、ティーアップしたのを打つと俺絶対上に当たるんやけど、パス打ち込むけんね、打ち込むけん、グワッて上から来る。ちょっとね、危ないけどあんませんがいいけど、広い練習場とかだったら、うん、もうドライバーの高さのティーでフェアウェイアップですね、うん、へぇ、こんな薄いもんあんなティーアップですから、ちょっとでも上から来たらペンって天ぷらする、ね、それを横から綺麗に当てるって、綺麗に打てる感覚でアイアンとか打ってみたら打ち込まんくなる。俺も後半はそうやって回ってる、あの肩を横に回して上から入らんよ、ね、はいはいはい、こうやって動くね、なるほど、クラブを。あ、そっか、こっちに回して、結局ね、これとこれはフェイサー連動したもん、肩の回し方も、うんうん、これは 横にこう肩を使う意識、うん、いつも以上に強く。いい質問、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。わかりやすいね、リミちゃんの解説ね、はい、17番ホール、はい、残り2ホールですね。501ヤードのパー5。ラインでこの風で奥まで行くって相当飛ばないと思う。ちょっとむずい、今日は飛んどうかわからんけど、上げやけんちょっと微妙かも、うん、うわっ、水のせいで奥左側の鉄道からスライス、はい、もうちょいカット、もうちょいするんだ。おお、どうだろう、落ちた、落ちた？左の下、左に球がついた。ナイスショー！ダウン！もうちょいドロー。帰ってきよる、帰ってきよる。跳ねるなよ。うん。おー、バンカー。うん、ナイス！キャッチ。うん。いいやろ、左、うん、ね、行ってなめに、あそこはあんま狙うのがいいところで、左、ほんと、ナイス、ありがとうございます。じゃあ質問コーナー行きます。はい、お願いします。インパクトの時の握る強さはいかほどですか。ゆうすけくんを握ってくださいインパクトの瞬間の、え、グッとはしてないですよ。え、ちなみにアドレスの時どんぐらいの、こう、うん、新品の歯磨き粉どんぐらいでそう。山上さん、パクるなよこんぐらい、全然逃げないの、全然本当にちょっとしか出ないって、はい、え、もうふわって感じ、でもふわって、ちゃんと、うんうん、持ってても、うん、フィニッシュでグリップが崩れないようにしてます、うん、なるほど、その強さでも10段階の時にアドレスが0やったとしたらどんぐらいインパクトでギュッて逃げと。え、でもそれ自然になるから分かんないから考えてないね。はい、どこの部分意識しとる、逆にここ、あそこ、ここが下ろしてくるときもっと脱力するから。さらに、はい、グリップを、グリップを、じゃあもう入れないんだ、ずっと入れない。そうですね、でもフィニッシュの形のグリップは、うんうん、崩れない、ね、生地崩れないことが大事です、ね、はあ、なるほど、はい、入れすぎたら崩れるのかね、それって。そうですね、あ、そっか、はい、で弱すぎても崩れない、はい、むずっ、ギュッともしてないし、してないですね。なるほど、自然に入る力はあるけど、なるほどね、はい、だけ柔らかく見えるっちゃうね、うん、特にこことかはもうダランみたいな、うん、ここをダランでしたら体の近くを降りてくるから自然に。レミちゃんマジ近いもんね、そうね、手元も低いし。3番手です、はい、はい、ナイスショー、フィニッシュ綺麗やね、ナイスショー、ナイスショー、なるほどね。
フィニッシュを崩さんっていうのがいいね。ビタッとね。ビタッとする、ね。崩れるほどいったらもうそれは力入りすぎて、うん、脱力しすぎてグリップは崩れるのも良くない。良くないね。緩みやね、うん。はい。少しだけラフ。ボールフォームすごい。距離がもう完全に戻ってる。飛んでるね。240ヤードですね。右バンカー入れるとちょっとチャンスが高そうなんで。ミスるなら左にスパーで取りたいな。ああ、行っちゃダメこっち。あ、でもセーフ。ま、残ったから。うん、大丈夫。頑張ってアプローチ見せます。はい、残り214番や。飛んだよね。超えるってすごいよね。今日の風でめっちゃアゲンストよね。うん、え、マジ飛ぶようになったね。戻ったね。なんか戻ったよね。ボールリターンだよ。ナモタンね、ずっと後ろやったけど、210ヤード4番や。アゲンストかあるとしたらね、ピンがちょっと手前やけど。完璧。飛べ飛べ飛べ。乗ったやな。乗ったっぽい。ナイスショー。ありがとうございます。いいね。飛距離が戻ってきましたね。いやマジ嬉しいね。もうずっとここ半年とか、去年のさ九州のミッドアマの予選とか、このドライバー悪くて、うん、辛い時期を抜け出せましたやっと。半年以上かかったけど。ね、お帰りなさい。ありがとうございます。え、帰ってきたね。ただいま。うるさいね。辛かったよ。4番。今は4番。アイアンとかもともと悪くないよ。アイアンは良かったね。ほんとドライバーだけやったね。ドライやったよね。23、9番やね。はい。うおぉ、 OK、 ナイス。うん、ナイス。バーディーパッター打てるでしょ。20ヤードぐらい。はい、60度でいきます。うまっ、うまっ。ありがとうございます。ナイスアプローチ。ありがとうございます。54度でいきます。はい、難しいライを打ったね、うん、難しいライ。ナイス、ナイスアプローチ。30ヤードぐらい。はい、58度でいきます。これは本当に抜けた。あー、いかんか。結構足りるよね、ここ。うん、狙いより右左やったけど。弱い。ちょっと重くなってきてる。ちょっと目が伸びてきてる。ねえ。うまっ。うまい、ナイス。ありがとうございます。気持ちいい。気持ちいい。ナイス。ありがとうございます。ではバーディーパットいきます。はい。ナイスバディ、ナイスバディ、あれです。では質問からいきます。はい、1日のうちトレーニングにはどのくらいの時間かけてますか？1時間トレーニングして。毎日週2回です。1時間トレーニングして30分ケア。ケア、はい。パーソナルみたいな。あ、パーソナル1対1でしてます。はい、そうね。すごいもん、飛ぶもんね。やっぱ飛ばす秘訣は多分トレーニング。トレーニングですね。だから力あるんですね。できんでないだけで。え、レミちゃんぐらいもうスイング綺麗になって、もう手元とか低いやん。うん、あそこまでいったらもうスイング改善してもさ、ただ行って5とか10とかやろ。うん、だって効率マックスやもんね。無駄がない。もうトレーニングやもん。だけど間違ってもこう
非力なか弱い女の子として見ない方がいい、うん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 、いや俺去年もう1年間ずっと俺もパーソナル週2回入れて、うん、トレーニング筋トレしようって、でもナモタンよりこう飛距離が落ちていくよね、どんどんどん落ちてる、ね、あれってそのトレーニングのせいって俺言われよったんやけど、 DM でも結構トレーニングやめた方がいいですよ、胸筋とかつけよう、うん、でも絶対違うと思う、俺打ち方がもうすごい悪かったんや、間違ったと絶対俺がしたら伸びるもん、こんなトレーニング、だレミちゃんの俺逆ね、だフィジカルはあるけど、うん、スイングダメやけん、だけど飛ばんくなっとって、だから120ある力は多分もう60とか50ぐらいしか使えてない、うん、レミちゃんは多分90のパワーを90使っとるけん、そうね、でこれからまた体どんどん作っていったらもっと飛ぶってことよ、エネルギーにそのロスを少なくするのが一番ね効率よく飛ばせるから、うん、でも見てる人も体鍛えた方が今同じスイングでも飛ぶようになるかもしれないし、もともとの出力を上げれば、うん、あのレミちゃんのインスタ見たら結構トレーニング動画載ってるんで、あ載ってます、真似してみてください、うん、はい、インスタも結構更新しようもんね最近、あ、はい、うん、登録のトレーニングは参考にならんけんね、ちょっと結構上がるもん、うん、そうできてしまうから、うん、意外と一番参考になる女性とかの方がいいかもね、うん、重量とかで、でもレミちゃんもバチバチ上げようよ、うん、ねってやるよ、だからでもそれには負けたくないやろけん見てる男の人が、まあそうですね、あ確かに、はい、こんな感じのなわけね、マジ結構上げとる、うん、結構すごいよね、うん、スクワットとか結構ね、はい、重量結構持ちます、ぜひ覗いてみてください、覗いてみてください、鬼みたいな顔してる、うわーって本当に実は皮猫かぶったからこのキャラではラスト18番ホール385パー4です、2パック上り上げ結構長そうやな、意外と残る ねで意外と右の下で落とすもんね、あそうなんだ、あまあでも今日右消しがねできる、では左フェアウェイ狙ったらいいよね、うん、めちゃめちゃいい、ナイスショー、ありがとうございます、あれは多分全然100点じゃないと思うけど、100点じゃないけどいい、うん、OB 一発もないとか、ね、ありえんだけど、ボールずっと一緒の使ってね、クラブハウスの左端からフライ、はい、2回目ね、左端からスライス、かかりすぎたね、風左から来とる、スピンが多かった、うん、ナイスショー、ありがとうございます、完璧、やば、飛んどうねこれ、フェアウェイど真ん中、前よいしょ、直進力がすごい、嬉しい、180U4 でいきます、はい、ナイス、最後前で取る、ナイス、ナマタンのゴーやばかったのにめっちゃいびいてる、156ヤード、はい、やっぱね、僕追い込まれたら頑張れるんで、うん、バーディー取ったらあのマスターズ優勝です、あのプレーオフに進める、そのつもりで打ちます、そのつもりでね、はい、シチュエーションを作ってね、始まり、まあ、ナイスオン、入れるよ、絶対入れるよ、良さそう、めっちゃ飛んどるね、ドライバー登録明らかだって、もうペラったりしてないもんね、ねし飛んでるし、これもだって100点の当たりじゃないもん、そうね、ちょいヒールぐらいやね、おかえり、おかえりなさい、この動画のタイトル、おかえり通るじゃあ行ってきます、はい、行ってきます行ってらっしゃい残り120ヤード、はい、ピッチングで行きます、
んじゃない？ナイス！ありがとうございます。ありがとうございます。熱地。俺ドライバー良かったけどさ、最近なんかしてるの？その今回。最近はこれちょっと動画にしよう。あ、した方がいいと思う。多分これ変わったって多分みんな見ようって分かるよ。うん、だって散らかってたもん。ここ何本かっていや、マジでいろんなこう理論とかがあるやろ。いや、迷っとったよドライバー本当に。俺もね、ちょっと近くで登録してるから分かるけど全然違う。全然違う。皆さんが一番分かったの。練習動画上げます、ドライバーの。だ結果それがアイアンももっと良くなった。そういや、もともとアイアン良かったけん。良かったね、うん、そのアイアンとドライバーの違いみたいな、うん、もう明確になった俺はね。ちょっとじゃあその練習動画、練習動画ちょっと上げたいと思います、うん、お楽しみに。はい、トップは16アンダーで、はい、マキロがもう上がってますんで。上がってるんですね。今15アンダーで日本人2人目のマスターズ優勝。これを1分半のバーディー、勝負の1打ですね。マジで？プレーオフどころかい、順位だいぶ落とすよ。バーディーパッといきます、はい、重くなってない。うわマジか、重くなってる。うわマジか、届いてない。ナイスナイスナイス、うまうまシードゲッツやば、うまっ。おー、めっちゃ綺麗だよね。めっちゃ綺麗だね、うん、ナイス、ありがとうございます。ネスパありがとうございます。こういうのはもう顔上げたらいい。ナイス、ありがとうございます。ドライバー復活、素晴らしい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。ファイブオーバー、ファイブオーバー、ナイスプレー。82です。82で僕は2オーバー、はい、後半俺ワンアンダー。ワンアンダー、いや、えぐい。ナイスプレー、嬉しい。え、嬉しい。視聴者さんのコメントひたすら読んで、全部読んでたもんね、うん、もう全部、もう素直に全部やった。見てる人がでも一番分かってくれとる。いや、そうね、今日胸3つ変わったね。いや、やっぱドライバーだけってみんな言ってくれるんだよ、うん、まああとドライバーだけですねって。ミスもあったけど、うん、残るって大事やね、うん、コースに。え、なんかくるみちゃんと、まあ、レミちゃん綺麗にドローを打つやん、うん、あれをイメージしてなんか引っ掛けそうな感じもない、うん、まあ、ミスってもちょっとヒールに当たってこう、まあ、スライスケートと距離落ちてないよね、うん、そう、ほとんど何もたより前だった。距離も戻ってきてもう抜かされるようになったし、うん、今年は本当に楽しみになってきて60代出したいと思います。可能性あると思います、全然、うん、レミちゃんどうですか今日は。今日はちょっと前半が叩きすぎましたね。まあ、あそこくね、それでも8人でまとめてくる。バンカーこんなんなそうだね、ぐりぐりってなってこんなね、しかも顎もふねじゃくふねじゃくまたリベンジ、うん、お願いします。これで1勝1敗1分け、いいですね。ちょっと悔しすぎる。最終で、いや、僕もじゃあちょっともうちょっといっぱい練習して安定させたい、うん、これをこうキープできるようにね、うんうん、今度は。ということで、レミちゃん、インスタグラムやってますんでぜひフォローお願いします。概要欄に貼ってます。では、この動画がいいなと思った方グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。本日はレミちゃんのクラブセッティングを紹介したいと思います、はい。気になる、一番アスリート向けです。一番球が上がらない。女の子はこれもっと簡単なやつが多い。921ホットメタル、921プロ、921フォージドタル。マジでやばい。マジで好き。
ウィー